頑張ろう！頑張ろう！落としてはならない、鬼木誠。人のために涙が流せる、人のために思いを貫く、これが鬼木誠という男であります。日本にとっても国にとっても必要な政治家であられると本当に思います。4期12年にわたって衆議院議員を務めさせていただきました。本当にありがとうございます。私は何としても小選挙区で勝ち上がる、小選挙区で勝ち上がって、そして防衛の仕事、経済の仕事、皆さんのための仕事をさせていただきたいと思っております。小選挙区は鬼木誠、比例区公明党へのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。4度も防衛副大臣を務めた人はいません。それだけの責任感、緊張感を持って365日24時間25万人の自衛隊員と共に何があってもこの日本を守るという仕事をさせていただきました。命と暮らし、日本を守り抜く、これが今回私が考えに考えて選んだスローガンであります。皆さんのお力で鬼木誠は信頼できるよう頼むとお声掛けをいただいて、逆転の勝利を果たさなければなりません。本日お越しいただいた皆様が、こんな時の仲間こそ本当の仲間だと確信をいたしております。おすがりしたいと思います。どうかお力をお貸しください。ふるさとの皆様が頼りでございます。この雨が上がった今日の晴れ空のように、笑顔で前向きな選挙、子供たちに夢を与え、自信を失った日本に希望を取り戻す、そんな選挙にしていきたいと思います。どうか残り12日間よろしくお願い申し上げます。本日は本当にありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。元気やる気鬼木。